田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム116「政局でなく政策をいえいえこの国の在り方」という理念こそ総選挙の争点と題してお届けをいたしますこの1つ前の115そして114では安倍ちゃま自己都合解散そしてそれに対するですね小池前原小沢自己都合決闘という問題に関しましてですねお届けをいたしました。 その後、モーニングクロスでもお話をいたしましたのがこちら。お笑い、指揮権発動、自己都合解散から、おまぬけ、自己都合決闘高転び総選挙へというベクトルだというお話でございます。まあ、前者は、えー、安倍ちゃまが指揮権発動したんじゃないのか。指揮権発動というのはですね、えー、昔もですね、もう本当に政府が倒れかけるような時にですね、法務大臣に命じて、その検察や警察の動きを止めさせると。 いう、まあ、まさに、えー、緊急事態法みたいいなな話なわけでございますねで、まあ、それに対して私が「ヴ、え、ェ、ー、ルダ」でも、えー「希望の党ができる前日に書いた原稿の中で選挙というものはその攻める選挙か逃げる選挙かその戦っているのかどんな人間でもですね広域暴力団の方でもしのぎを削ってる時にはまなじりを消してですね 進んでいる時にはそれに対してですね女子どもの皆さんがかっこいいとおっしゃるとそれが果たして今回の総選挙を決断をする人間にあったのであろうかというお話をしましたでこれに対してですね自己都合を決闘まさに小池百合子様も都政1年2ヶ月経って何も決めない何もできない何も残していないという中で実はリセットは自分が高飛びする 皆さんの目をくらますためのリセットだったかもしれませんし前原口先番長そして小池、えー、口先女番長そして小沢単なる小足やおじさまというそのトリオがですね自己都合で決闘をしようとしたと小沢さんが絵を描いたわけですしそして実は前原さんが前原代表を騙したんですか と記者に聞かれたら、うふふと笑ったところに彼女の全ての性格が出たいたという、まさに映像というのは恐ろしいものでございまして、そして小沢様は、えー、希望の党に入ると解散の日に明言されていたのにですね、実は入れてもらえなかった。まあ、目して語らずと。なので、どうも三日殿下の小池様の高ろび総選挙なんじゃないのか。でも、さりとて、 まさに演説をする場所で、お前こそ国難だと、茨城県の筑波と水戸市で言われた翌日に、えー、川崎市のですね、新百合ヶ丘の駅前で、5時から演説をすると告知までされていたのに、突如、総理の都合、諸犯の都合で、中止となりましたという一人のおじさんが髪を持って、深々と頭を下げて、最後には土下座までしていると。 そこで4つ駅が東京の手前の向こう側が遊園で、もともとのフリークの方々がいらっしゃって、そこでハイタッチまでしてお帰りになった。これは戦う選挙でなく逃げる選挙だということなので、両方とも高転びなのではないかというお話でございます。で、実はですね、これに対してもうそうなると、もういわゆる 三つどもえになったというふうにメディアは書いておりますし、もうこのことを鬼の首を取ったかのように言ったり、三つどもえの三つ目が出てきたので、ああよかった、などとおっしゃってる方がいて、実は二つ目に期待をしていて、二つ目が、取った後は二つ目の人を変えて我々がこの国を守るのだ、などとわけのわからないことを言っていた靴先リベラルの方々がいらっしゃったりしましたけども、こんな人たち、あんな人たち、政権選択選挙だとか、安倍政治を止めさせるとか、 国難突破解散だとか、この国を守り抜くとか、いろいろおっしゃってるわけでございますけど、皆さん、これは、あくまでも結果がそうなるかということであって、これが目標であったり、目的であったり、スローガンということになると、まさに、旧来型の右と言われる人が左側の拳を振り上げてんのはおかしいと言ってたことと同じですし、逆に旧来型の左の人が、 大政翼さんの右の側がおかしいって言ってたのと同じであります。ヤッシーはその昔からですね、大きな声で正義を語る人には裏表があるということを申し上げてきたかと思います。まあ、弁償法という言葉、えー、ヤッシーはよく使ってまいりました。弁償法というのはですね、まさにクリエイティブコンフリクト。つまり、本来は、 二項対立のように見えるかもしれない。人間の心の中にはですね、大好きな人のことだって好きな瞬間もあればちょっと違うという思う時もあるし、あるいはその日の気分によって嫌だと思うこともあるかもしれない。でもそれは、だから二項対立の不毛な進学論争なのではなくて、そうした愛矛盾しているものもより高いところで、 もう一つ素晴らしいものの考えにしていくことが考える足の人間だと。で、まあ、これが弁証法。で、まあ、えー、難しい言葉で言うと、止めるという字にですね、手編に上げるという字、使用という言葉。これがアウフヘーベンなんですね。 まあ、石原慎太郎さんや田中康夫はカタカナを使うなってメディアの皆様おっしゃっていたのに、誤送船団。誤送という字はですね、まとまって送るじゃなくて、誤った方に送るという誤送船団記者クラブの人たちは、アウフヘーベンという言葉を使っている方のことを無批判にカタカナ使うなとおっしゃっていないという形ではございますが、アウフヘーベンというよりも弁償法、あるいは使用って一体何なのかということと、 結果であって目的でもありませんし手段でもないということなんですね。で、このことを私が思っていたのに新聞のメディアはこのように見出しはすごいですね。安倍政治を問うんだとかそんなもの別に今までの政権でも政権選択ってのは結果のお立ちんなわけでございます。えそしてそのまさにですね、あの、VS だというような不毛な話を書いている。 ましてやその段階では直しててえ、実を取ると言っていた人が魂まで取られてしまったというおまぬけな前原靴崎番長がいました。で、全部新聞同じような見出し。ところが皆さん、ロイター通信見てください。 日本の新聞がつまり28日にご存知のように天皇の国事行,行為として国会が招集されてそしてその国事行為として招集された国会の開会式には近城天皇が臨席をするのにその開会式もやらないというもう不経済のような形の中でわずか103秒でなんだか知らない万歳をやったという解散翌日のこの見出しです前日のロイターはすでにこういうことを書いてます 日本にはもうとっても大衆迎合的なスローガンを掲げた、安倍に対抗する新しい政党ができたけど、でもそこにほとんど違いはないんだよってことをリンダ・シーグさんっていう女性の記者が書いております。記者クラブではなくてたった一人の記者の方が、ましてや丸一日早く、当然のことを書いている。あるいはウォール・ストリート・ジャーナルも、ミスター・安倍は、の、そのとてもシアリアスなライバル。 結構、その本当に、えー、もう、正面から向き合ってるライバルっていうものは、もうほとんど同じ内容を言ってんだよ。自民党別動隊なんだよってことを言ってつまり、アルファ、ベータでしかないということをですね、別にアメリカのメディアがすごいわけではなくて、感性、ヤッシーが言う勘どころの感性があれば誰でもわかることです。なのに記者クラブの人たちは相変わらずな、 特に毎日新聞東京新聞のこの辺りの見出しというものはですねいかに不毛な二行対立の労働組合と全く変わらないあるいはネトウヨと変わらない芝期待と変わらないという話でございます実はこの28日解散が行われた日に日本に関してはもっと世界的なことが起きましたそれはジュネーブの地で 睡眠に関する水俣条約の第1回定約国会議というものが行われたんです。睡眠の、まあ、水俣病ということがあります。臭いものに蓋の日本の人たち、歴史修正主義者のある歴史改ざん主義者は、水俣という言葉が入っていると水俣のブランドイメージがとか、風評被害がなどとバカなことを言う人たちがいます。しかし、 福一の問題、福一と呼ぶな、一 f だなどと東京電力の業界用語を使ってないお前は素人だということを言ってるような某漫画家の方というものが講談社から漫画を出しておりますけれども、でも福島は終わりなき日常になってしまう。いずれはチェルノブイリやスリーマールと違う福島という言葉を使うときに風評被害とまた言うのかということです。しかし、この水銀に関する水俣条約、 ここで坂本忍さん、61歳の方です。私と同い年です。会議で発言をしました。これが最後だと思ってきましたと。水俣病は終わっておりません。公害を起こさないでください。女の人と子供を守ってください。別に女子供のこれは情緒的な、情念的な意見ではありません。そして、西田博さんという水俣の市長。水俣はいまだに窒素という会社の企業城下町です。 ここにはまさに水俣という言葉を使うなという人たちもいる。そして巨大な産業廃棄物処理場を作って新たな箱物行政の利権をお、おすそ分け願おうというような人たちがいる中で市長になったこの西田さんは会議の場でこういう発言をしました。経済優先の方針を見直し、健康や環境を第一に考える、社会への転換をはっきりと目指すべきだ。すなわち、これこそが 今回のみならずずっと私たちのイデロギーを超えた政治のテーマ、社会のテーマです。しかしこの彼の発言を30数面もある日本の新聞の中で書いたところはどこもありませんでした。これは28日ですけれども、28日の昼間に行ってますから、日本の28日の夜中ですから、十分新聞の後半にはまじまう。 29日の1時過ぎが新聞の最終公判です。しかし、この発言をネット上で報じたメディアも共同通信の速報だけでした。いかに日本のメディアというものが鈍感力になっているのかということです。そして、すなわち、今、この坂本さんや西田さんが発言をされた内容、水銀に関する水俣条約で発言した内容は、 ニワトリか卵か、不毛な二項対立を超えた私たちは弁償法をしようということです。すなわち、富国強兵や食産工業、これは国益ではなくて国家益です。でも、今までのレイガン、サッチャーというものはトリクルダウンだと。一番上の人たちが潤えば必ず雫ずは下にシャンパンピラミッドのように落ちてくると言われた。そして、クリントンや <laughs> ブレアが行ったことも結局はサッチャーの焼き直しに過ぎなかったのではないか。それがヨーロッパにおいてもアメリカにおいてもバーニー・サンダースであったり、あるいはジェレミー・コービンのような人、あるいはカナダにおいてジャスティン・トルドヨのような人たちが出てきた。忘れ去られた人たちという上から目線の言葉でなく、それも私たちの仲間であるし。 我々だって、栄枯盛衰があって、どんなに立派な肩書きを持ってる人だって、肩書きがなくなれば、ただの人になってしまう。じゃあ、その時に大事なのは何か国民益なのではないか国益は。富国、有民、形成、催眠。形成、催眠ってのは、一人一人が、この時間も、全国、通浦でまっとうに働き、学び、暮らしてる人たちが、自分が努力をしたこと、自分には能力や適性もある、人それぞれ違う。でも、努力したことが、 適正に評価されるような社会。それが豊かな社会になる。富国有民であります。私が知事になった2000年、県民益と申しました。国益が実は国会議員益であったり、国家公務員益であったり、国会議員、公言会益であったりすると、いっぱい税肉がついてるということです。少し減量したヤッシーとは違うということなんでございますね。なので、県益も県民益。 権益になってしまったら既得権益ではないかということを述べてまいりました。そしてそれは別に組織を大事にしないんじゃなくて大きな組織がうまく潤えばトリクルダウンなのではなくて一人一人が豊かに贅沢ではないないものでたりではない形になった時に結果として国もとても良い意味で力強くなるということです。教皇フランシスコが2013年の エヴァンジェリー・ガウディウム、福音の喜びの中で述べています。多くの人々は貢献すべき仕事を得られず、挑戦すべき機会も与えられず、その状態から抜け出すことさえ叶わぬ中で排除され、阻害され、人間もその存在自体、使用後には即廃棄に至る消費財とみなされている。核なる使い捨て文化を我々は生み出し、しかも急速に蔓延している。この発言は日本では全ての新聞が一行も書きませんでした。しかし、 ウォール・ストリート・ジャーナルも、ワシントン・ポストも、日本の不毛な中では保守派、資本側と呼ばれる新聞が一面でこの彼の発言というのを書いた。否定するのではなく、これももっともだ。でも私たちはその中でどういう資本主義を作るのか、自由経済を作るのか、人のための自由経済を作るのかという議論があり、それがまさに政局でもなく、政策でもなく、この国の形ではなく、この国のあり方です。 今の不毛な政治状況にしたのは、小選挙区制こそ素晴らしいと言った小沢一郎さんという方です。ある意味では未だに小沢一郎さんに幻想を持つ方々は、素晴らしい人かもしれないが、しかし小選挙区制を入れたことの落とし前はちゃんとつけろよというのが弁償法のはずであります。日本は常に制度を変えれば素晴らしいと思っている。 まさに、同州性を入れればバラ色になる。小選挙区制をバラ色になる。そうではありません。私たちの意識、メンタリティというものが、この国の形でなく、実は芝良太郎さんが述べようとしていたことも、この国のあり方を考えないと、私たちは立ち行かない。今頃になって少子高齢が国難だなどと言ってる。私がなんとな、くクリスタルを1980年に書いた段階で、日本の出生率と高齢化率の表を中の最後につけた。 外国のメディアの人はみんなワシントン・ポストもルフィ・ガロの人もーガーディアンの人もタイムズの人もなぜその宙を書いたのかと私にインタビューに来ました日本で聞いた人は誰もいません日本は形ばかりを捉えている高度消費社会になっていく中でまさに私たちは消費を楽しみながら実は歯車になってるんじゃないかみんな見まかっていきますでもその歯車にも一つ一つ魂があるのだということこそがまさに 今回のみならず総選挙あるいは地域の選挙の争点なのではなかろうかと思います。政局よりも政策をいえいえ、この国のあり方という理念こそ今回の総選挙の争点だというお話をさせていただきました。明日もどうぞご覧ください。